愛なんか知らない、神様なんか関係ない、学校なんか言い訳よ、家庭なんか建前よ、他人の殺人事件には興味ないし、冒険らしい冒険ほど退屈なものはないわ。いかにもの謎なんか解きたくもないし、ありふれた夢なんか見たくもない。幽霊が現れたら怖そうだけど、現れないから怖いのかもね。だからなんだと怒られたら、私反抗期じゃないもん。え？何？これが反抗期なの？あ、そう。